日東電工ニトムズ株式会社ニトムズは清掃用具、衛生用品、収納用品などの日用品と医療、ヘルスケア製品などを販売する日本の企業。本社は東京都品川区。1975年に粘着テープの製造販売で大きなシェアを誇る日東電工が個人消費者向けの製品を開拓するプロジェクトチームを会社組織にして創業した。 社名は日東ホームプロダクツからの造語である。このため現在も日東電工が全株を保有する子会社となっている。最初期は粘着テープの技術を活かしてゴキブリ捕獲棒を開発、販売した。大ヒットを見込んでテレビ CM も制作するほどの力の入れようであったがゴキブリが壁と家具などとの隙間に逃げ込まれてしまうと全く役に立たなかったことから ほとんど売れず、大量の在庫を抱えて、事業の危機に直面してしまう。その後、1983年に販売を開始した、粘着式のカーペット掃除用具、粘着カーペットクリーナーが、大ヒット、会社の知名度も向上し業績が急回復する。それ以降は多様なニーズに合わせて、代償様々なサイズのコロコロ、断熱シート、テーピングテープ、 医療衛生材料など多岐にわたる商品を販売している。ありがとうございます。